特殊メイクでセルがおじいちゃんに大変身。いたずら大好きのセルが町にいたずらせばたちまち大変くるのか。果たしてセルおじいちゃんはどんないたずらを仕掛けてくるのか。セルおじいちゃん、まずは電車に乗車。この変装で一体どんないたずらをしでかそうっていうのか。どうやら立ったまま居眠りを始めてしまったセロおじいちゃん。やすかったね。あったった。いやーすごい。どうですか。ちょっと眠いだけです。こちらのおじさん、本気で心配してくれてます。ちょっと眠たかっただけです。おっと、倒れちゃう。飲み物、お茶ありますか。お茶ない。飲み物って、ここは電車の中だよセロおじいちゃん。ああ、よっぽど喉が渇いたのかポスターまで取っちゃった。で、どうするつもり。本物のお茶が飛び出した。ざわめくみんなをよそに知らんぷりでごくり。セロおじいちゃんの不思議ないたずら大成功。うまく驚かせた後は本当にお茶が美味しいね。さてと、お茶がかぶっちゃった。セロおじいちゃんの不思議ないたずらはまだまだ続く。セロおじいちゃん、続いてやってきたのは日曜日の遊園地。ここではどんないたずらを仕掛けおったのかな。愛想を振りまきながら、人がたくさんいるところでまずは小手調べ。大成功。さてさて、次はどんないたずらをするつもり。みんな乗り物が一番のがしんどいですか。はい、じゃあわし耳遠いので大きい声でお願いします。あ、おいしいですか。聞いてます。え、あ、どうしちゃったのおじいちゃん。風邪ひいちゃったかな。
とみんなを驚かせすぎちゃったかな。セロおじいちゃん